どうもこんにちは、デジタル編集部員のレジオ川直です。始めました楽園天狗なんですけども、今日はグランドセミア小根さんでの収録となっております。で、2月3日なんですよ。今日節分の日っていうことなんですけど、どうですか皆さん、豆まきしましたか？豆まき、僕34歳なんで34個食べないといけないらしいんですけど、食べんよね普通ね、喉が渇く。というわけで店内見ていきましょう。お、やめるこの台、やめるなら座ろう。はい、この台からいきます。今日は、6059ゲームで26の15です。で、147分の1で今仕方やめられたと。あー、ちょっとハマったのか、なるほどね。というわけで、本日はこの台から始めますが、ちょっと一旦他の台も見ていきましょう。ま、でこちらが28の12、合算が何番だろう、157か。まあぼちぼちって感じですね。ビッグ2ラジオのレギュラー21で合算が125分の1、でお隣がビッグ25のレギュラー17、で145分の1と。でお隣がね、ちょっとビッグは弱いんですけど、レギュラーが1個ついてて150分の1くらいはいってないの、まあ、155分の1ね。お隣も159分の1か、ちょっとペットボトルで見えないですけど、でこちらがビッグにめっちゃ先行してて151分の1となっております。でこの台が6100円もあって、ビッグ26のレギュラー18、139分の1、いいね。反対側いきます。カロ台がビッグ22のレギュラー14で1箱、158分の1、でお隣がビッグ21のレギュラー19で153分の1、1箱ね。突き抜けた台はそんなないですけど、まあ普通に遊べるぐらいの状況にはなってるっぽいですね。あ、でもここは結構いい感じですね。763万台、6440ゲームでビッグ29のレギュラー18で137分の1で3箱か。まあまあまあ、さあ、というわけで今回はね、この台から、実践します。データはこちらですね。147分の1いきましょう。プレミアム点、プレミアム点滅5回出します。お願いします。当然、時間になりました。実践開始できます。お願いします。さあ、行きましょうか。グレキン、597ゲームからスタートするんで、とりあえずね、まあ600のゾーン狙いみたいなね感じでやっていきましょう。言うて合算悪くない上に、ビッグに寄ってるんで、ビッグ26のレギュラーが15と。今日はねプラスは硬いのかなと思います。一応これまでの楽園天国をご覧になっている方は分かると思うんですけど、一応ね、この僕が、認定するよさ花の条件をクリアしてるんで、まずビッグに寄っている。で、始まりが、まあ、600ゲーム付近、あとはまあガッサもまあいい、このね3つの条件備わってるんで、まあプラスはね、この87分間の実践では多分プラスにはなると思うんですよ。ただ問題は点滅なわけ、今日も。まあでもこの間運転免許試験場に行ってきたんですよ。あ、免許復活しましたんで、とうとう4年ぶりに。まあまあそれは置いといて、茨城の免許センターが水戸市にあるんですけど、でまあどんくらい250-260人ぐらいいて、まあ大半はまあ高校生かな、まあ、学生とか若い人が多かったんですけど、結構ね外国の方もいらっしゃって、なんかポルトガル語で受ける方はこちらみたいな案内してて、あ、今ポルトガル人もいるんだみたいな。てかポルトガル語はどこの国、多分ポルトガル語ってポルトガル語だけじゃ、あ、ポルトガル語ってポルトガルだけじゃないですよね。違う確か、だどこの国かわからないですけど、まあ一応なんか英語と中国語とポルトガル語で今
免許の試験が受けれるようになっているとでとか言ってたらもう800よ。なんでなん。いやしかしねコイン持ちはいいよね。うわーもう綺麗今の見た。このプワって、799ゲーム総投資が5本。はいビッグボーナスからでございます。はい、追加はゼロ。さあどんどん行きましょうよ、行きましょうよ。いいない、まあまあ全然。うわほらこのね3ゲームです。あレギュラーっぽくない、レギュラーす、いやビッグやな。うわあ3ゲーム、はいはい、おい、スイカは1回です。いや正直プレミアム欲しかったね今のは。まあ、しゃあない。で、ダッサンが145分の1まで上がると。これこれ。やっぱりね、ハマりの後には連チャンがあるん。悲しみの果てに愛はあるん。エレファント貸しますね。さあ最新の楽天はこれか。何をツインドラゴン、グレキンからのツインドラゴンか。あれこの日カラフル点滅やな。179はね、そうそう、なんか70歳ぐらいまで楽園天国やるのか俺みたいな言ったっすけど、その70で楽園天国とか不謹慎やろみたいなコメントがあって、まあ確かになんか天国っていうのがね、なんかこの死を連想させるというか。いやこれちょっと面白かったな。まあでもそれはそれで本望やな、動画で死ぬのは。電飾楽園天国で天国へみたいな、そういう見出しの記事でね。それも不謹慎やな。いやまあ俺はそれでいい、俺が死ぬならそうやってこうなんか取り上げてほしいね、出ちゃうの紙面ないしはそのウェブで。持ちメダル312ゲーム、まあまあレギュラーでも全然 OK。 黄色、うい、いやーなんとか全のまれは逃れた。あぶねえマジ。というわけで100ゲーム連チャンはなし。今日雑談が多すぎやな。うぃー多すぎじゃない、202ゲーム、いやまあ多いけどね。持ちメダルでビッグ、んまたプレミアムじゃねえな。まあでも OK、 はい、えまさかの、まさかの3回、スイカは3回でした。えいひゃい、
あーダメか。さあ残り何分でしょうか。20分ぐらいね。あーと1分少々からの271ゲーム。レギュラー、レギュラーかよ。持ちメダル。うわこれはね、これ消化し終えて緑10ゲームも回せんじゃない。これはランプは緑ですね。さあここ欲望、ああ回った、ドゥルーン入れた。さあ、あラインが、ラインがうざい。ああなっちゃった。30分なっちゃいましたけど、ちょっと10ゲームまでちょっと頑張らせて、頑張らさせてください。あもういいやくそダメだったな。というわけで時間になりましたので実践終わります。結果はエンディングにて。結果の発表です。お疲れ様でした。本日は何ですか、グレートリングハナハナですか、あれを打ちまして、外しが5本、枚数が235枚、投手の回収がこちら、206枚ですね。惜しいですね。なんでマイナス29枚か。まあまあそれはいいんですよ。そしてプレミアム点滅はまたゼロということでね、やっぱこう意識しだしたらダメですね。このプレミアム点滅を集めるみたいなルールにする前はね、結構出てたんですよ正直。いやわかんないですけどね、やっぱ意識するとやっぱ出ないですね。まあ、月1ペースでねプレミアム点滅出していければいいかなと思っておりますので、気長にね、楽園天国ご声援のほどよろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で終了しようと思います。ご視聴ありがとうございました。電車かなのでした。また次回バイバイ。